まだコンタクトが取れないのか。はあ、残念ながらまだ一機も銀河系スクリーンには。すでに3ヶ月か。まともに作戦が展開しているならそろそろこちらの領域に戻ってこないと。どうしてもデータが欲しい。ボスコーンの秘密を暴くにはどうしても。総物体銀河辺境 S6826N3283E2467 地点にコンタクト。高速で惑星無形辺に接近中。長官、ブリタニア号です。多数の総物体が追跡中。なんとか逃げ延びてくれ、ブリタニア。ぼちぼち買い替え時かな。ほんと、まったくどうにもなりません、このポンコツには。自分でもそう思うのかね。ラピー、私ポンコツ違う。冗談だよ、お前はわしの大事な相棒さ。キムが地球へ行ってしまったらお前と二人きりだからな。寂しい限り、キムがいないと。あいつも18だ、いつまでもこの星に縛りつけておくわけにはいかんさ。そろそろキムのやつバスカークに会う頃だ。よし、オフにしよう。アイアイさん。本当にこれで地球まで行けるのかな。バスカーク、目は確かかい。 R50 修正。オーケーオーケー、心配するな。よし、タッチするぞ。待て、早すぎる。あっけ。このアームだいぶイカれてるね。なに、腕でカバーしちまうよ。ああ、大した腕前です。ビヨー、やあ、しばらく見ねえ間に随分大きくなったな。このバスカーク様が地球行きの切符を持ってきてやったぜ。天国行きの間違いじゃないの。いいかな。you
掃除こそしてねえが磨けば立派なもんだ。立て付けはしっかりしてるし、どんだいこのハッチのごついこと。あれ。まあ多少は傷んでるがな。問題はだ、エンジンとこのボディだな。うん、これボディが。大丈夫かい、バスカー君。キム、エンジン見るか。いいよ、とにかくここまでは飛んでこれたんだから。しかしゲーリーもよくお前さんを地球にやる決心をしたもんだ。一人じゃ寂しくなるだろうが。父さんなら心配いらないよ。いや、口では言わねえが辛い思いをしてるだろうよ。そういうもんなんだ。おっと、噂をすればだ。ああ、元気かゲーリー。相変わらずのようだな、バスカー君。ああ、気ままな宇宙暮らしよ。そろそろどっかに落ち着いたらどうだ。そいつが俺には一番難しいこってん。ところでキムはどうしとる。ここにいるよ。今俺様の船の中案内したとこだよ。父さん。ん、どうだ、バスカークの船は。ここまで来れたのが不思議なくらいさ。こいつ本当のこと言うんじゃねえよ。まあとにかくここへ降りてきて一杯やろう。地球へ立つのは明日の朝だ。オーケー、久しぶりに飲み明かそうぜ。よし、いいだろう。あれ、未確認飛行物体接近中。ちょっと待て、何かそっちに近づいてるぞ。なんだ、かなりのスピードだぞ。バスカン、早くそっから離れろ。ぶつかるぞ。コントロールを完全に失っている。このままだとセンターに落ちる。